うちと義弟夫婦は、距離的には遠くないんだけど、旦那と義弟があんまり仲良くないこともあって、会うのは、年に一度、お盆に義実家で会うだけ。ただ、昨年は、義弟子がお盆に熱を出してこれなかったので、丸2年ほど会ってない。ところが、義父が事故に遭って、お見舞いに行くことがあって、先日、久々に義実家以外で会った。私は、検診で引っかかって、一年発起して、ダイエットをして、マックス 80kg あった体重を、50kg 前後に落として、それをキープしている。義弟嫁は、逆に、仕事を始めたストレスからか、多分 50kg 前後から、70kg 前後に太っていた。お互いにびっくりしたんだけど、義弟嫁に、どうやって痩せたんですか?と言われて、自分なりに考えたダイエット方法を実行しただけだよ。と教えたんだけど、なぜかそれが気に入らなかったみたいで、そんな方法で痩せるわけない。って、すごい勢いで反論されて、本当はライザップみたいなところで、お金かけてがっつり痩せたんでしょ。自分の努力だけで、そんなに痩せられるわけない。とか、なんかごちゃごちゃ言ってきて、お金なんて全然かけてないよ。って言ったんだけど、納得してくれなくて、永遠と嘘つき呼ばわりされた。ちらっと聞いたところによると、ダイエットのために数十万使っているけど、効果がないみたいで、私がお金使わずに痩せたってのが気に入らないっぽい。でもさ、だからって、病院で嘘つきって連呼するか?義弟夫婦が結婚する前後にも色々あったけど、距離を置いてて正解だったと、改めて思った。